こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、年末年始断捨離すべき服ベスト5というテーマでお届けをしたいと思っています。まあこういったですね、年末年始のタイミングって、やっぱり大掃除をする方も多いと思うんですね。お休みがあったら、まあとりあえずですね、気持ちのいい一年を迎えるために、いろんなものを整理整頓するかなと思うんですね。まあ僕自身もですね、整理整頓ですとか、あとは断捨離が がすごく好きなんですね。 一番最初に断捨離という言葉に出会ったのは、それこそ山下秀子さんの著書を読んでからなんですが、この考え方自体すごく好きで、物への執着を捨てて、身の周りを綺麗にするだけではなくて、心もスッキリするという、このコンセプトにですね、僕も惹かれて、まあ、日々断捨離をするように心がけてるわけなんですが、まあ、皆さんもですね、服をですね、手放すときに、まあ、どういった基準で手放していけばいいのか、ここに悩む方すごく多いかなと思うので、今回 今回の動画では僕なりにこういったものは手放して間違いないですよということをですね、なるべくわかりやすく5つの項目に分けてお伝えしたいなと思ってますので、年末年始のですね、断捨離の際に1つの参考にしていただきたいなというふうに思っています。僕もこちらの動画を撮りながらですね、この後ガンガン断捨離をしていきたいなと思ってますので、一緒に気持ちのいい年末年始を送れるようにですね、しっかりと今あるお洋服にですね、向き合っていければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に断捨離すべき服について、5つの項目、皆さんと一緒に見ていきたいなと思ってるんですが、その前ですね、僕自身の着こなしが変わったこと、皆さん気づいていらっしゃいますでしょうか先ほどまでは、ダブルのグレーのジャケットですね、いつも着てるので、皆さんにとっても見慣れているアイテムかなと思うんですが、えー、今回ですね、僕はこちらのレザージャケットを着てみたわけなんですね。これ、なぜ着てるのかですね、今回の5つの項目をおさらいしていく中で、 でちゃんと出ててきますので皆さんも楽ししみにしていたただきいいいなとと思いますということで、まず一つ目のですね、項目なんですが、流行遅れの服ですね。これは思い切って断捨離した方がいいと思います。まあもうちょっと具体的に言うと、5年以上前に買った服は、やはりですね、今のトレンドとずれてる可能性があるので、 思い切って捨ててしまってもいいかなと思います。まあ5年前に買った服で捨てられない服にも2種類あるかなと思うんですね。まあなんとなく着心地が良かったりだとか愛着があるから捨てられないっていう服ともう一つは今の僕が着てるようなレザージャケットのように結構ですね、奮発をして買っただとかどこどこのブランドで気に入っているだとかこういったものこそなかなか男性は捨てれないかなと思うんですね。それを象徴するようなアイテムを今日は 着てきたわけなんですが今僕が着ているようなレザージャケット、めちゃくちゃ気に入って買ったんですよ。当時は一生ものだと思って、清水の舞台から飛び降りる覚悟で買ったものではあるんですが、一生ものなんていうのはファッションの世界においては、 まあ、そんなに存在しないかなと思ってるんですね。まあ、例えばですね、靴だとか、時計だとか、そういったものに関しては、結構一生ものに近いような感覚で使えるものも一部あるかなと思うんですね。ただ、服に関しては、レザージャケットのような、味わいが出るようなものであっても、デザイン的にはトレンド感だとか、そういったもの、影響を受けてしまうので、なかなか難しいかなと思うんですね。僕が今着てるのは、ちょっとブランド名はあえて言わないんです。 が、まあ今から7,8年ぐらい前に買ったレザージャケットなんですね非常に気に入っていまして僕も本当に断捨離をするのは大好きでいろんなものを躊躇なくどんどん手放してきたんですがこれだけは手放せなかったんですねおそらくですねこの動画の参考事例として出しながらこれはこれから先も手放す気は一向にないんですがまあそれぐらい気に入っているアイテムなんですけどもただこれをリアルに着るかというとなかなか難しい かなと思うんですね。7、8年前のデザインなので、まず見ていただきたいのはサイズ感とかデザイン性なんですね。結構レザージャケットってピタッとタイトめに着るという印象が強かったので、これぐらいのものを買ったんですね。当時としてはこれでもまだちょっとゆとりがあるかなぐらいで買ったんですが、肩周り見てください。もう。 きちっとしていますよね。肩のラインも今のレザージャケットだったらもうちょっと落ちてるものも多いかなと思うんですが、本当にジャストサイズっていう感じで、まあ、デザイン自体はオーソドックスで使いやすいんですけども、その中でもちょっとこう時代感は僕の中では漂うかなという気はしています。それでも僕はすごく気に入っているんですが、さすがに今年は一度も着ることはありませんでした。どんなに優れたお洋服でも5年とかそれ以上経ってしまうと、 って変わってしまうんですよね5年とか7年ぐらい前だとまだタイトフィットのものが多かったかなと思うんですがさすがに今だとちょっと緩めのサイズイングのものが増えてきていますのでそういったものと比較するとどうしてもですね古臭い感じがしてしまってそれが僕ら世代が着るとですねやっぱりおじさんっぽく見えてしまったりだとか今の雰囲気に合わないという違和感があったりするので一つですね流行遅れの服というのは手放していいのかなと思いますまあみさんですね流行遅れの服が何度 なのかがなかなかわからないかなと思うのでまあ、一つですね目安として5年以上前の服に関してはまあ、手放して今売っているものに買い替えた方がはるかに素敵に見えやすいかなと思いますどんなに高い服であっても思い入れがあってもなかなかそのあたりは難しいですね大きな溝みたいなものが5年ぐらい経つとできてくるのでそこは一つの基準にしていただければなと思っています はい、続いて2点目のですね、断捨離すべき服なんですが、これはですね、3年以上前の服ということなんですね。先ほどは5年以上前というワードを出しましたが、今度は3年というですね、一つの基準を設けたのは、なぜかというと、3年間ですね、大事に着続けた服というのは、どうなるのかというと、 そしてそういった服には清潔感だとか新鮮さみたいなものは失われてしまうので3年間しっかりと着続けた服に関してはこれまたですね手放した方がいいんじゃないのかなと思っていますまあ、僕自身ですねこの動画を撮る前にすごく大事に履いてきた おそらくもう2年半から3年ぐらい履いてると思うんですね。動画の中でも何度もご紹介してきた、ナイキのブレーザーローというですね、スニーカーを捨ててきました。これはですね、まだまだ使いたいなと思ったんですが、ソール側見ると結構もう穴が開いていたりだとか、あとはもう経年変化でスれが出てきてしまったので、これは残念ながら手放しました。僕の目線から見ると、そういった状態でもビンテージ感があって、かえってかっこよかった やっぱり第三者からです、ね、奥さんが見見た時にたににだのの古臭いボロボロロ靴に見えてしそうなる前にですね、手放した方が、やはりですね、大人っぽさだとか、清潔感は出せるかなと思うんですね。主観と客観ってやっぱりズレがあるので、自分にとってもまだ大丈夫だろうというところはかなり危険なので、まあ3年間ぐらいよく使ったものに関しては、もうこれはですね、ありがとうございましたという形で手放した方が僕はいいのかな と思っています、まあ、僕自身もそうなんですが、着古した感だとか愛着の湧いた感じっていうのは、すごくですね、気持ちが良くて、もっともっと着たくなるもんなんですよね。ただそれは第三者から見た時に、すごくこう、清潔感みたいなものが損なわれてしまうので、僕自身の時間の年もですね、含めてお伝えしたいなと思うんですが、3年一区切りで手放すというところも、ぜひ皆さん一つの基準にしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目の基準なんですが、エッジが効きすぎてあんまり着ない服というものなんですね。これもあるあるなんじゃないのかなと思うんですね。ここでまた出てくるのが僕が今着ているレザージャケットっていうアイテムなんですね。これって男だったら一度は着たいような憧れのあるアイテムだと思うんですね。僕もこれまでに5回ぐらいレザージャケットを買ってきました。まあ今着ているものだとか、あとはかつてはシシというブランドをですね、レザージャケット大好きで で、よく着ていましたが、ただですね、このようなレザージャケットって、やっぱりエッジが効いてるんですね。バイカーが着ていたりだとか、ロックミュージシャンが着ていたりだとか、まあ音楽だとか、まあそういったなんかカルチャーにですね、非常にこう密接に関わるようなアイテムなんですね。で、印象としては非常にハードでエッジが効いてるので、意外とですね、日常生活で着るタイミングがないんですよ。僕もこのレザージャケットめちゃくちゃデザイン的 的には気に入ってるんですがこの7年間ぐらいで着た回数というのは結構10回未満だったかなと思いますまあ、僕の場合はスタイリストとしてどこか登壇する場面にそれっぽさを出すためにレザージャケットを着るみたいなことはあったりしたのでまだそれでも着た方だと思うんですが普段着としては子供と遊ぶ時にレザージャケット着てくっていうのもなかなか違和感あると思いますし奥さんとデートに行く時にレザージャケットっていうのもこれまた強いですしお客さんのスタイリングする時に レザージャケットっていうのもなかなかこれまたですねお客様の年齢がある程度大人の方だとちょっとこうエッジが効きすぎてしまうのでそう考えると着れるタイミングって1年にそんなにたくさんはないんですね、まあ、このようなレザージャケットだけではなくて例えばユニクロといろんなブランドコラボレーションしてますが何とは言わないですがすごくエッジが効いていて派手ながら色のですねコラボレーションもありますよねそのあたりって僕はあえて買わないようにしてるんです ですねそれなぜかというと今までそういったものを買ったはいいけどなかなか着る機会がなくて手放したっていうことがですねもうたくさんあるからなんですねその自戒の念を込めて僕はですねそういったコラボレーションにはあえて手を出さないんですがまあ、その時にテンションが上がって買ったはいいけどもやっぱり1回着ると目立つしまたあれ着てるなと思われたりするのもなんかちょっと恥ずかしさもあるのでなかなか着なくなったっていう服必ず皆さんにもあると思うんですねそういった そういったものがある程度リーズナブルな価格であればまだ手放しやすいかなと思うんですが高い服でエッジの効いてる服ほどなかなか手放しづらいと思うのでそういう場合はメルカリに出してもいいですしリサイクルショップに持っていくというのもいいかなと思いますなかなか捨てるのが忍びないかなと思うのでそういった形で第三者に譲るというような意味合いで、まあ、どんどん手放していただくといいんじゃないのかなと思っています本当に僕もですねエッジの効いた服は散々買ってきました デザイナーズブランドだとか、ドメスティックブランドだとか、まあそういったところにはすごくですね、エッジの効いたものが多くて、すごくですね、テンション上がるんですね。買うまでと買った直後はすごくテンション高いんだけど、それを長い視点で運用しようとすると、なかなか難しかったりするので、そういったものはあくまでご褒美的なデザート感覚で、たまに買うぐらいでいいのかなというのが、まあ30代後半から40代を迎えた僕のですね、一つの見解なので、まあそのあたりも含めてですね、 ですね。頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね。 サイズが合わない服というものですね。このサイズというのもいろんな意味合いが込められているんですね。ここでまた出てくるのが僕のこのレザージャケットなんですけども、これってサイズですね、S に相当するような一番最小のものなんですね。僕は身長164センチ、53キロと小柄なので、やはりですね、サイズ選びにはものすごくこだわりがあって、かつては一番小さいサイズしか着なかった たんですよしかも一番小さいサイズをお直しをしながらさらにタイトにしたいだとかまあ、そういったこだわりを持ちながら自分の体型をなるべくですねスマートに見せられるようにすごく意識をしていたんですねまあそれは今から数年前までの感覚なんですがやはりそんな僕でも時代の変化とともにサイズ選びって変わってくるわけなんですねタイトシルエット至上主義だったのが今ではちょっとゆとりがあった方が気持ちが乗ったりするので s を買う ことも少なくなくりました今では M サイズが僕の中での定番になっていますし、場合によってはユニクロのアイテムだったら2サイズ上げることもあったりします。ですので、サイズ選びって時代によって変わってくるんですよね。なので、数年前に買ったこのようなレザージャケットも ちょっとタイトすぎるなというところで今では着なくなりました。まあ、僕ら大人世代だと結構ですね、タイトシルエットを長く着てきた世代だと思うのでそういった方の場合は特に注意が必要で5年以上前に買ったタイトな服みたいなものは手放した方がいいかなと思いますしあとはですね、もっと上の世代だと結構なんか中途半端にこうサイズの合ってないダボッとしたチノパンだとかデニムだとかそういったものなんかはなんか中途半端で使いづらかったやつ ので、そういったものも手放した方がいいかなと思います。このあたりのサイズというのは時代の感覚と密接に関わってくるので、今の時代に合ったサイズ感ですね。 ちょい緩めのサイズ感というところにアップデートした方がいいと思うのでサイズが合わないなという服は手放した方がいいと思います。あとは年齢的なものですね。体型が変わってしまう方僕ら世代には多いと思うので体型が変わってなかなか着れないなという服はどんなに高い服であっても手放した方がいいと思います。なるべくですね、スクローゼットの中に隙間があった方がコーディネートははるかにしやすいのでどちらかというとミニマリスト地方の方が服の着こなしってしやすいかなと思うので、まあ サイズの合わなくなった服というのは積極的に断捨離をしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目なんですが、1年間一度も着なかった服に関しては、断捨離をすべきだなと思っています。春夏秋冬1年間を通じて着なかったということは、来年も着る可能性は非常に低いかなと思います。これは僕自身の実感としてあるんですが、僕は断捨離が好きなので、年末年始にまとめてやるっていうことは正直しないんですね。ちょこちょこと1、2ヶ月に1回ぐらい、クローゼットの中を点検しない 最近着ててなないなといいとううものはでですすすねねどどんんん断捨離るるようにしているんです、ねまあ、皆さんもぜひですね、クローゼットを開けてみて、1年間着なかった服があるかどうかをですね、チェックしてみてください。多分着なかったのにも明確な理由があって、なんとなくなんか流行遅れな感じがするなとか、なんかこれ気分上がらないんだよなとか、絶対理由があると思うんですね。その理由がある限り、その次の年着るかというと、まず着ないと思うんですね。なので、1年 時間を通して着なかった服はもう積極的に手放した方がいいと思います走行しているうちにどんどんトレンドも過ぎてしまうと思いますし今の自分の気分と合わないという形になってしまうのでこの基準を持っておくとすごく断捨離がしやすいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんこちらも覚えておいていただければなと思っています はい、ということで今回の動画では年末年始に断捨離すべき服ベスト5というテーマでお届けをさせていただきました途中から見てる方はなぜ大山がレザージャケットを着てるのかがいまいちわからないかなと思うんですがもう断捨離すべき服僕の中では代表格としてこれを着てるわけなんですがとはいってもですね自分にとって思い入れのある服だとか捨てられない服っていうのは男性にとっては1着2着ぐらいはあると思うんですよねそれは皆さん捨てないでください 本当に大切な服に関しては、1、2着であればクローゼットの中に空間があってもいいと思うんですよね。僕にとってこのレザージャケットは本当に捨てられないような唯一無二のアイテムだなと思ってるんですね。なのでこれだけはアーカイブとして取っておきますが、まあ、それ以外の服に関してはどんどん手放すようにしています。まあ、特に年末年始に関してはある程度時間があったりするので、 メルカリに出店するには最高のタイミングだと思います。ある程度頑張って買った服に関しては数年経ってもですね、ちゃんとリセールバリューというものが残っている場合が少なくないんですね。なので今僕が着ているこのレザージャケットももし売るとしたらそこそこの値段で売れると思うんですね。まあそういったものに関しては次の方にバトンタッチしてあげればですね、新しい服を買う予算もですね、ちゃんと作れるかなと思うので、ぜひ年末年始の時間をですね、有効に使っていただき まあなぜ僕はこのような動画を出してるのかというとお洋服って気づけばどん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 溜まっていくもんなんですねそしてお洋服が多ければ多いほど服のコーディネートってどんどんですね複雑になるしわざわざクローゼットを開いて着こなしを考えるだけでめんどくさくなるんですねそういったことを防ぐためにはもう日常的に断捨離をしてミニマリスト化した方が圧倒的にいいと思うんですよね今の自分の気分だとか体型だとか 雰囲気に合うものだけをクローゼットの中に揃えておくことが非常に重要で、今は冬なんですが、冬であれば、まあミニマリストの動画も上げましたが、 ダウンが一着あって、ロング丈のチェスターコートもしくはステンカラーコートがあって、あとはニットですね。これが丸首だとか、モックネック型が1、2枚あればいいですし、ボトムスに関してはブラックですとか、グレー系のスラックスがあればいいですし、それに合わせるようなスニーカーは白系のレザーのジャーマントレーナーだとか、今っぽいニューバランスのスニーカーがあれば、結構これだけでも十分に回せてしまうかなと思うんですね。なので アリスト思考と断捨離というものをうまくミックスしながら着こなしを構成してもらうと大人の男性には非常にいいかなと思うのでぜひこの機会にですね今までのファッションをリセットして新しい年を迎えていただければなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの意見をですねなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ プチャンネルの方で結構しっかりめに解説をしています。週に大体3、4本のオリジナル動画ですね、20分から30分の大ボリュームでお届けをしています。また、週1のタイミングでメンバーシップ限定のライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問にもリアルにその場で回答をしていますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか普段ですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンも取材をしています。 こちらでは写真と文章ベースでだいたい一記事ですね、1分ぐらいで読めるような分量でですね、最新のおすすめアイテムですとか、あとはコーディネートの解説についてお届けをしています。僕の方でも1日2回ほどアップをしていまして、僕以外のスタイリストですとか、 服の専門家の方もたくさん記事をアップしてくれています。また参加者の皆さんも記事を積極的にアップすることができて、結構ですね、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイと交流しながら楽しんでいますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、サイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。